はい、こんにちは、レトスの小野です。模試験もですね、もう4ヶ月ちょっとですかね、になってきて、どうしなきゃいけないのか、どうやって勉強しようかって、まあ非常に悩んでたりとか、このままで大丈夫なのかなって不安になったりとか、まあいろいろあると思うんですけども、ちょっと今一度勉強の仕方、あなたが今勉強している内容、ちょっと確認をしていただきたいんですね。で、今からお話しする内容、ちょっと3つに絞って解説するんですけども、これちゃんとできていないと、正直どれだけ勉強したところで実力が上がらないんですね。つまり合格できない可能性が非常に高いということです。逆を言えば、これがちゃんとできていれば実力は上がってきますんで、合格する確率も高くなってくるっていう話です。なんで今自分が勉強している勉強の仕方というもの、これを、自分できているかな、今から話す3つできているかな、1つずつですね、確認していただければと思います。まず1つ目が教材についてです。まあ、おそらくこれは大丈夫だと思うんですけども、問題集とか過去問集を中心に、学習ってされてますよね。テキスト中心でテキストをずっと読むとかってあんまりそれやってないですよね。どうですか。テキストを読むっていう勉強法も実はあるんですけども、卓球試験で言うとそれよりも問題集を解いた方のが効率がいいです。で、テキストを読む勉強なんですけども、テキスト結局読んだところで読み終わった後に何を勉強したかって確認されて、自分でこういうのを勉強して具体的にこれ頭に入れたって言えるかっていうと、ほとんどの方が言えないと思うんですよ。で、これなぜかっていうと、テキストを読む、だらだら読むと結局何の目的も持ってテキストを読んでいないんで、何を頭に入れていいかわからない状況に陥るんですね。だから読むだけになると。で、そうすると重要なポイントっていうものを頭に入れることができなくて、結局時間がもったいないっていうふうになるんですね。なんで問題集を解くと、この問題が解けない、この問題を解くにはどうしたらいいんだろうっていうので、その詳しい解説をテキストに求めるわけじゃないですか。で、これを解くための重要なポイントっていうものをテキストから、引っ張ってくるっていう作業をするので、目的が明確ですよね。そうすると、ちゃんと頭に、テキストを読んだ内容が頭に入る。つまり問題を中心にしてわからない部分をテキストから抽出する。っていうやり方が今一番効果的です。効率的かつ効果的って話ですね。で、次、二つ目です。意識。で、これが、ここからすごく重要になってくるんですけれども、問題を解いて解説読みますよね。で、ここでちゃんと自分の中で理解してるのかなって確認をするっていうのはすごく重要なんですよ。で、卓研試験っていうのは覚えることが非常に多いわけですよね。高校とかの試験ってすごく限られた、中間試験とか期末試験とかすごく限られた試験なので、まあ一夜漬けとか、まあ、2日前とかから勉強して、とりあえず問題を解いて覚えて、問題解いて覚えてとかってやったらですね、意外と点数取れるんですけども、卓研試験は問題を、覚える ものがすごく多いので、そのやり方しても通用しないんですよ。にもかかわらず、多くの方がそのやり方をおっしゃってるんですね。つまり一夜漬けで勉強するような勉強の仕方というものを、まあ、長い期間かけてやるっていうやり方します。つまり問題を解いて答え見て答えを覚えてっていうやり方するんですよね。まあ、もちろんテキストは調べるかもしれないんですけども、でも結局テキストを調べたところでどういったことが壁になってくるかっていうと、テキストを調べてもわからないんですよ。理解できていないっていうところがすごく、問題になってくるんですね。例えばなんですけども、35条書面の記載事項ってありますよね。まあ、重要事項説明書の記載事項のところ、これ覚えるって思ってる方が非常に多いと思うんですよ。実際あんな覚えるってなかなかね、難しいじゃないですか。でも実際試験で最近はあそこよく問われてるんですよね。昔あんなに出てこなかったんですよ、あの分野って。分野っていうのがその35条の記載事項の部分がバン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 出てくるってことはあんまなかったんですけども、最近ちょろ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 なんか出始めて、なかなかいやらしいなっていうとこ、ね、思う方非常に多いかもしれないんですけれども、実際あれは覚えるんじゃなくて、理解をするっていうかすごく重要なんですね。理解をするとどうなるかっていうと、忘れにくくなるんですよ。単に覚えるだけじゃないので、理解をするんで、あ、これはこういうことだから、こういう答えになるっていう風な感じで答えを導けるようになるんですね。ちょっと一つ具体例出しますね。台所なんですけども、台所の設備について、
例えば建物の売買だったらこれ説明しなくていいんですよ。一方建物の貸借、これ説明しなきゃいけないんですね。これあれですよ、土地なんか土地は関係ないですよね。そもそもの話、台所について土地の売買とか土地の貸借は全然関係ないじゃないですか。だから土地は脱ぎで建物の話ですね。で、貸借は説明が必要、売買説明不要、まあこれをそのまま覚えてる人いるんですけども、こういったことをたくさんもう覚えるでやっていくと結局忘れちゃいますよって話です。だからちょっと理解をしてみてくださいって話なんですけれども、これどうですか、理解ってされてますかね。一つの考え方なんですけども、売買、建物買ったら買った所有者っていうのは別にキッチンがこれ嫌だなと思ったらこれ変えられますよね。ちょっと取り替えとかできるじゃないですか。まあお風呂もそうですね、まあ、お風呂も一緒なんですけども、でも貸借、つまり借りている側、例えばアパート借りました、マンション借りました、いやこのキッチンあまり好みじゃないな、変えようと思って変えれますか。普通にちょっと考えてください。普通に考えてこれ変えることって難しいですよね。もちろん所有者の承諾得たらいいですけども、今まで私も不動産会社やってて、それ承諾した人って基本はいないんですね。ってことは貸借、借りる側っていうのは台所とかをこう変更しようと思っても変更できないわけですよ。一般的に売買は自分の意思で変更できると。だから変更できるならばそんなに重要じゃないですよね。っていうことで別に説明しなくていいよ。一方貸借っていうのはもう決められたもんなんで、そのキッチン、これ変えれませんよ、これで大丈夫ですかってちゃんと確認しといた方がいいですよね。だから説明しなさいっていう、そういう話です。っていうふうに考えたら忘れにくくなるんですね。私これこのようにですね覚えてないんですよ。売買だから説明不要、貸借だから説明必要とかって別に覚えてないんですね。その理由を覚えてるんで、結局これも頭に入っているっていう形になってるわけですよ。で、こういったものをどん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 増やしていくと、でどん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 知識が増えていくわけですね。つながりが出て頭の中で、だから今まで入ったものが忘れるっていうような流れだったのが、入ったものが何かとこうつながったりとかして、どん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 知識の幅が広がっていくようになっていくんですね。なんでちゃんと問題を解いたら理解自分してるのかなって確認をして、理解できていない、分かっていないな、単に覚えるようになってるなと思ったら自分で調べる。でテキストを調べてもこれ載ってないですよね。今言った内容おそらく載ってないと思うんですよ、この内容って。じゃあどうするのって、もうインターネットで調べるしかないんですよね。なんでどんどん独学なのであれば、もしくは予備校に行ってるのであれば、ネットで調べなきゃいけない。予備校行ったら予備校で教えてくれると思ってる方いると思うんですけども、これあんま教えてくれないんですね。基本的にはテキストを読む感じで、進めていくので、深いところまであまり教えてくれないと思います。なんで結局は自分で調べなきゃいけないんで、ぜひですね調べてください。で実際の第3、行動。ここではなるほどなってこう分かった、でも分かるだけでほとんどの方がまたこれですね、実行に移さないんですよ。行動しないんですよね。行動しなければ結果変わらないんですよ。でも人っていうのは習慣で生きる動物なんで、習慣を変えるっていうのがすごく苦手なんですね。怠け癖がある動物とも言えます。なんで自分でこう変えようと思ってもなかなか難しい。まあ強制されるのであれば変えることはできると思います。例えば、今まで無職だったのが会社勤めました。毎朝9時に、職場に行かなければならないっていうふうにこう義務付けられたら、そう起きますよね、朝。でも無職の時って朝8時とか7時とかに起きれないんですよね。それと一緒です。自分で、何かを行動しようって自発的なのはなかなか難しい。ので、ちゃんと自分で行動できているか、ここまでちゃんと見なきゃいけないわけです。つまり先ほどの内容で言ったら、ちゃんと自分で調べられてますかってことです。あ、理解できていないな、で終わらすんじゃなくて、理解できていなかったらどうしなきゃいけないのかって、次のステップ行かないといつまで経っても前進しないわけですよね。だからちゃんと調べられているのか、インターネットで、あ、ちゃんと調べて、あ、なるほど、こういうことなんだ、まあ、こんがみで、あ、理解できた、でここで OK ですよね。で、今これ一つしか言ってないんですけども、こういったもの非常にたくさんあるわけですよ、宅建では。こういったものを独学の場合、もしくは予備校通っている場合、まあ通信コースもそうなんですけども、そういった方は調べて、自分で、どんどん調べながら学習を進めていかなければいけないわけですね。
なんで、まあ、時間があって、どん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 調べるのが早い方は、もうそれでどんどんやっててください。必ず実力上がりますし、合格する確率も飛躍的に伸びます。ね、ぜひこれ、使ってみてください。で、もしですね、時間もない、調べ方もわかんないとか、そういった方は、こういったものがあったらすごく良くないですか？さっき言ってるようなこと、こういった、理解すべきところが書いてある。解説に、解説を読んだらさっき言ったような内容は書いてあるってすごくいいじゃないですか。つまり調べなくていいんですよ、あなたは。すごくラッキーですよね。すごく時間も短縮できる。効率的に勉強できる。私が自分で独学で勉強してた時は、こういったものがあったらいいなってずっと思ってました。だからこそ今回ですね、短期集中講座ではそういった教材を自分で私が作りました。まあ問題集なんですけども、過去問ばっか解いてる方非常にいるんで、過去問以外のオリジナルとかの問題もどんどん入れてます。なんで自分の実力を試す上でも使っていただけますし、もちろん試すだけじゃなくて、実力を上げるための教材なので、ちゃんと理解しなきゃいけない部分は理解してください。考え方はこうですよとか、これとこれを比較して一緒に覚えてくださいね。これよく間違えるところなんで、間違えないようにちゃんと対比してくださいねとかっていうのは書いてあります。なんで、どん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 飛躍的に実力が上がる。そういった、短期集中実力アップ講座になってますんで、ぜひですね、お早めにご検討いただければと思います。独学できるのであれば全然必要ないです。独学でどんどん調べていく。それで大丈夫なんで。そうじゃなくて、ちょっとできないな、時間がない。または、調べるのがちょっと苦手だなっていう方は、ぜひですね、すごく使える、今回講座になってますんで、ぜひですね、ご検討いただければと思います。まあもちろん1月に入ってからでも、まあ間に合わないことはないですけども、もう早い方が全然いいので、早いうちから効率的にやるってことは、早い段階で実力が上がるわけですよね。なんで余裕を持っていただければと思いますので、ぜひ早めにですね、ご検討いただければと思います。絶対今年ですね、合格しましょう。レッドスのオンでした。ありがとうございます。